on the ice, representing Austria, Yulia Lautova. 16番 Yulia Lautova さん、オーストリア。先月のヨーロッパ選手権では8位に入りました16歳のロートバ、トゥーギターズ。ダブルトーループのコンビネーションです。あ、トリプルトーループの予定でしたが抜けてしまいましたね。ダブルアクセルでした。16歳のロートバ、一瞬悲しげな表情をしました。高さがある素晴らしいジャンプを持っているだけに、本人としても残念でしょう。これは非常にこの選手は確実な、いつもコンスタントにこなしていく選手ですし、練習中でも このようなミスは見られませんから、やはりこれはオリンピックというその部分とショートプログラムというその2つのことからこうちょっとなんかよぎったようですね。これは本当に非常に良かったんですが、素晴らしい高さがありましたよね。逆にこれが良かっただけに、どうしてもノーミスで滑りたい、パーフェクトで滑りたいという、こう何かそういうものが頭をよぎったのではないでしょうか。はい、これが抜けてしまったところです。はい、トーループ左足のつま先をついてジャンプをするんですが、これは完全に精神的なことからのミスですね。あ、気持ちの整理がそう簡単にはつきそうもありませんが、モスクワに生まれてウィーンに3年間滞在した後モスクワに戻って、そしてまた96年からオーストリアの市民権を取りました。オーストリアの代表として長野に来ましたロートバ、16歳。やはりパーフェクトで滑ればかなりいいところまでいけるという可能性のある選手ですから、 そうですよね、それだけにいいところを狙っていたのではないかと思います。入賞候補の一人でしたよね。はい、8位以内に来る力、残念ですね。はい、The marks for Yulia Lautova required elements required elements 4-5 4-5
エレメンツジャンプは3つあるんですけど、そのうちの2つを失敗してしまいましたので、ポーランドのジャッジは 3.9 です。そしてプレゼンテーション、こちらはご覧の通り5点台が出ます。 5.4 が2人、16人滑って12位です。第3グループまで終わりました。